阪神は、9回に1点を返す意地を見せたが、1-4 で敗れて6連敗。早くも今季4度目の同一カード3連敗を喫した。開幕から17試合で1勝は、1979年に西武が作った16試合で1勝のプロ野球ワースト記録を更新。昨夜すでに更新してしまっている史上最低勝率も、063まで下がった。